ああ助けてー死ぬぞジジイ、タイクが出たみたいな。うわはい、どうも皆さんこんにちは、タクトです。今回なんですけど、今日はねこの僕のハーレム48でお台場周辺を走っていこうと思います。イエーイ。ちょっと今日はね動画で初めて僕の姿を今公開したんですけど、今後もねこんな感じで動画出していこうと思うんで、よろしくお願いします。ということで早速行きましょう。レッツゴー。ふっ、そういえばなんかハーレーの中型バイクが出たみたいな。うわ飛ばしすぎだよ。で中型バイクが出たっぽいんですけど、見ました皆さん。まあ、かっこいいかどうかは別として、あれ絶対人気出ますよね、あのバイク。なんかもう本当背がちっちゃい女性の方でも乗れそうなバイクだし、なんか下手したらなんかウーバーイーツとかでなんかやってそうだよね、あのバイク。ハーレーでね高速乗ってるとね、やっぱ結構疲れてくるんですよ。で疲れてきた時に必殺技があって、タンデムステップの上に足を乗っけるっていう、これがねめちゃくちゃ楽なんですよ。やっぱ足が前にあるとね疲れちゃうんですよね。まあ近場とかはいいんですけど、やっぱどっか行くとなるとね足とね背中がね死ぬほど疲れて、ハーレー乗る前って結構振動やばいんだ、やばそうなんだろうなと思ってたんですけど、実際乗るとね全然そんなことなくて、確かに振動はあるんですけど、なんか一発一発の振動がなんかどこ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 っていう感じだから、あんま疲労感は感じなくて、逆になんかリッターバイクとかのあの細かい振動っていう方がやっぱ疲れますね、手が。振動が細かいんでビリ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 っていう感じだ。やっぱそれに比べるとね、こういうなんかどこ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 どっていう、まあ一発一発の振動は大きいんですけど、意外と手がね、しびれませんね、こっちの方が。あ、バイク集団がいる。いえ、それやっぱね、ハンドルはね、やっぱブレるね。80キロぐらいだったら大丈夫なんですけど、100キロあたりからやっぱりね、ブル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 って、シミ現象みたいな感じでブレてくるんで、やっぱ怖いね。追い越しの時とかも、結構手に力入れとかないと。やっぱねこの時期ね夕方が大変だね。やっぱ朝は寒くて、で、まあ、昼間ぐらいはバイク乗りやすくていいんですけど、やっぱ昼から夕方にかけてが一気に寒くなるんで服装が困りますよね。なんか昼間出る時に厚着したら暑いし、かといってなんか昼間薄着したら夜寒いしみたいな。特に山とか行く時なんかもうめちゃくちゃ大変ですよね、何着てこうみたいな。なんかリュックサックとか背負って着替えとか持ってくのも嫌じゃないですか。だからほんとね大変ですよね。これはもうバイク乗りあるあるあるだと思うんですけど、だから最近なんかあれですよね、高速道路ってなんか現金じゃ乗れなくないですか。なんか現金不可っていうところが結構あって、うわマジかみたいな。まあ普段は ETC カード使ってるんですけど、なんかやっぱ仕事とかで急遽乗るってなった時に、会社の車とかだとやっぱり ETC カードついてないんで、そうなると結構困りますよね。最悪ですね、トラックに挟まれるって一番最悪だよね。そういえば僕先週胃腸炎になっちゃって、実はその胃腸炎なんですけど、めっちゃ辛くて久々に死ぬかと思いましたね。僕普段あんま風邪とかひかない方なんですけど、久々にひいたらもう37度ぐらいでもう足腰が痛くなってきちゃって、あと節々でも食欲もなくなっちゃって、一回ねちっちゃい時になったんですけど、こんな辛かったっけみたいな、なんか大人になってからの方がね辛い気がしたんですよね。てか多分辛い、大人の方が。なんでだろう、僕いまだにねコロナはまだかかってないんですよね。なんか運がいいのかわかんないですけど、結構もう日本人のほとんどがもうコロナかかってると思うんですけど、僕まだかかってないんですよね。
沸かす。早かったね。やっぱ平日のこの時間は道路が空いててよろしい。あれ知ってます皆さん、あれお茶じゃないんですよ、あれってしょんべんなんですよ、誰かの。あれ結構道路にあるでしょ、このペットボトルに入ってるやつ。これね、お茶じゃないんですよ、実はやばいでしょ。なんだこれ。あ、そういうこと。おお、どうなってんだこれ。道が意味不明。トラック多すぎやろこの辺。見渡す限りトラックしか走ってない。なんだこれ。助けて。いや、道悪すぎだろ今のところ。さあ、 Google の手ぶれ補正がどこまで効いてるか。で、前ああいう時ってさ、手ぶれ補正が効いてるとさ、俺がバカみたいに見えちゃうんだよね。ああいうもう本当にヤバい時はさ、手ぶれ補正効かないでほしい。で、どんだけヤバい道路かっていうのをちょっと皆さんに見せたい。いや、ちょっとここをくぐるとね、やっぱ若すきたって感じですよね。今日やっぱ本当風がないな。風車が止まってるもん。イエーイ。これを左に行きます。これを大工行けばどれだろう。あ、お、やった、二輪車無料だって、ラッキー。ほんでどこ止めるんだ、こっち。なるほど。お、なんだこれ、バイク止まってんだ、なんかかっこいいバイク。そうで、このハーレーね、グリップ変わってるんですよね。これ元から前の女さんが多分変えてたっぽくて、あとウィンカーがね、なんかスモークみたいになってる。これも多分変わってる。あとこれもだね、かっこいいね。これなんか純正だとなんか四角になんか箱みたいなやつがついてるんですけど、こっちの方が、これ中もね、ほらこんな感じでアクセルをひねるとね、中が見えるんで、これもかっこいいよね。あとこれも多分これオプションかな、オプションなのか車外なのか分かんないですけど、これもついてる。あとここに ETC があってみたいな感じ。めっちゃ綺麗でしょこれ。ここでタンク磨いたんですよね、これ自分で。てか全部こういうところも全部ね、ポリシャで磨いたんですよね。めっちゃ綺麗でしょ。だから今ね、若洲海浜公園にいるんですけど、今からね、横浜の赤レンガ倉庫に行こうと思います。 Let's go。 めっちゃ綺麗。やべー、最高のロケーションだね。この夕日とこの東京都内、もう最高ですねこれ。綺麗。横浜、やっと帰ってきた。さあ、やってまいりました、みなとみらいでございます。死ぬぞジジイ。どうしようかな。ああ、やっと帰ってきた、疲れた。というわけでね、日もそろそろ暮れてきたんで、今日はこの辺で終わりにしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。でね、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。